こんばんは、満月のぬみおんねえです。今朝の朝立ちチェック、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。3つの課題の詳細は動画の最後出ておりますのでチェックしてみてください。では今日のテーマなんですが、女性のオナキンメリットがあるのかどうかついてです。定期的にねオナキンの話題はこのチャンネルでも上がると思うんですけれども、まあメリットデメリット論争よくありますよね。で、男性のオナキンについては何度も伝えてきた通り、メリットはある意味都市伝説的な部分が多いよというふうに伝えてきました。実際は適切な頻度でオナキンをする方が男性にとってはメリットが多いよということを伝えてきました。おちんちん力アップとか精子の質アップですね。で、そこで一つ疑問になりました。私、女性はどうなんでしょうってこと気になりますよね。女性のオナキンは効果があるのか。あとね、AV とかでは禁欲っていうことがさ、テーマ的な感じで描かれることがあるんですけれども、果たして女性にとってのオナキンもデリット、デメリットあるのか、ここね、深掘っていきたいと思います。結論から言うと、一部禁欲の効果ありという話もあるんですが、やっぱり女性もオナキンよりも、オナキンする方が良い感じです。ではスタート。はい、まず前提として男性ほどではないんですけれども、女性もね、オナニーってするんですね。オナニーをしたことがないと回答したのは男性でたったの 5.8%、 女性全体では 43.4% というふうに、まあ男性と比較しちゃうとね、オナニーしたことないという女性の方が多いものの、まあ実際は半数以上が経験ありということでした。特に20代から30代女性の3割ほどは月に1回以上はオナニーをしている。で、若い世代の女性においてはまあ一般的というふうになっているようです。だからね、決してオナニーは男性だけのものではないっていうことなんですね。はい、じゃあ一部効果があるよっていう声もあります。オナキンですね。実際にオナニーやセックスを一定期間しないという状態を経験した人に聞くと、会えない時期を経験すると濡れやすくなるとか、いつもより集中できちゃうとか、ドキドキ感が増す、それから性欲が復活するという女性からの声もあります。いいですね、キャッキャって感じですよね。で、実は幸福度っていうところで見ると、オナニー、女性のオナニーはしてもしなくても同じぐらいなんですって。医師によると1年間セックスをしてない男女と5年以上セックスをしてない男女を比較したところ、セックスの人も性的に活発な人と同じぐらい幸せであるということが分かったそうです。これ本当ですかね。はい、まあ幸せ度は変わらないという医師からのお話でした。しかし、禁欲によりオナニーやセックスのメリットを享受できない場合もありますよ。だから要注意だよっていうところですね。セックスをすると幸せホルモンと知られているオキシトシンとかエンドルフィンがね、分泌されるんですよね。これが血圧を下げてくれてストレスを減らすのに役立つということが、証明されています。特にセックスはオナニーよりもストレス解消とかリラックス的に効果的というふうに言われております。だからね、セックスをしない人はストレスが溜まりやすいっていう可能性も、これね、紐付けね、直接にしちゃダメですけど、そういう可能性もあるということなんですね。あとね、しばらくセックスをしていないと、これ聞きたよね、セックスやオーガズムに伴うホルモンの変化が起こらないため、性的なフラストレーションが溜まって感情が鬱積することもある。これ大変ですよね、気をつけましょうね。はい、ということなんですね。で、カップルの場合は性生活の充実にもつながる女子のオナニーがですね、女性のオナニーはカップルでもメリットがあるそうなんですね。例えば初めてのオーガズムはオナニーで感じて、それがきっかけでセックスのオーガズムのコツをつかめて、パートナーとの性行為が充実したという人もいるそうです。はい、ということで今日は女性のオナキンの効果はというお話でした。男性だけじゃなくて女性にとっても禁欲の効果が語られていることがあります。一部禁欲を体験した人の声の中では、濡れやすくなるときドキドキ感が増すみたいな体感を持つ人もいます。しかし研究では男女ともにはっきりとしたオナキンとか禁欲のメリットというのは明らかになっておりませんでした。むしろ禁欲によってストレス解消
症とか性生活の充実といったセックスやオナニーのメリットを享受できなくなっちゃうという、そう考えると男性同様に女性もね、無理やりオナキンするよりも、定期的にやった方がいいんじゃないかなという結論でした。ということで最後に JKB 持続可能な勃起力を鍛える3つの課題についてです。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって勃起力に必要な男性ホルモンの分泌をサポートしてくれますので、とにかく毎日コツコツ筋トレしてくださいね。2つ目が生活習慣の見直しです。食事、睡眠、ストレス、その中でも足りない栄養素をサプリで補うだとしてみてください。ミオンおすすめのこちらのエールマカサプリ、こちら3つの課題に通ずるので私好きなんですね。一発ドカンじゃなくてコツコツ毎日と続けることによって体が整う、体が整うことによって勃起力も整っていくというサプリ、1ヶ月分今なら500円で購入できるキャンペーンを行っていますので、必ず概要欄の URL から購入するようにしてください。3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事ですね。お家帰ってきたらスーツ脱いでハーってリラックスしますよね。ふんどしパンツに着替えて朝までリラックスする、それだけでぐっすり入眠具合が変わったりとか、朝の目覚めもスッキリしてきますので、ぜひ、試してみてください。通販版令和の虎という人気 YouTube チャンネルでも絶賛されてますのでチェックしてみてください。質問お悩みある方は私の LINE へ、限定案内かも LINE からしております。登録しておいてください。インスタ、ツイッターで私の普段の様子をアップしてますし、皆さん YouTube これチャンネル登録してくださってますか？ありがとうございます。もしまだだよという方いらしたら今すぐチャンネル登録お願いします。では次の動画までの宿題です。3つの課題やってくること、ふんどしパンツチェックすること、そしてサプリをチェックすること、最後に YouTube チャンネル登録すること、宿題忘れずにやってきてくださいね。満月堂のみょんねでした。